皆さんご視聴ありがとうございます。 WE リーグの好きを発見、 WE フットプラス MC の松村美代です。よろしくお願いいたします。この番組は毎月サッカーキング YouTube で配信している WE フットの派生番組としてスタートしました。テーマは WE リーグを知らない方に一つでも好きなゴールを、そして一人でも好きな選手を発見してもらうというテーマでお送りしています。でぜひ視聴者の皆さんも注目選手とか注目プレーなどありましたら、コメント欄に書き込んでみてください。今回は WE リーグ第21節真の女王決定戦 in 国立というテーマでお届けします。5月14、15日に開催された WE リーグ第21節、こちらの全試合ハイライトを見ながら、皆さんが好きなゴール、そして好きな選手を見つけてみてください。それでは早速参りましょう。1試合目は AC 長野パルセロレディス対ノジマステラ神奈川相模原の一戦です。どうぞ。第21節、長野がホームにノジマステラを迎えての一戦。この試合はですね、長野ノジマステラの PK のシーン、本当にこの前の流れからノジマステラの流れはね来ていたのでね、はい、これがねハンドの判定となり PK だったんですけど、この杉田選手のコース、右足ね、右のこのね、ゴールの隅に決めるってなかなか女子だと難しいと思うんですけれども、見事に決め切りました。続くシーン59分です。ここは今度は逆にノジマステラではなく、はい、そして三谷選手のゴール、これポンポンからの流れでポンって決めていくんですよ。最近こう B リーグでこういうワンタッチとかヘディングでつないでいくゴールっていうのは多く見られてますね。なんかこうだんだんチームのコンビネーションみたいなのが噛み合ってきたのかななんて思います。61分、長野からここはクロスと見せかけても、ナイスキーパーですね、シュートを狙ったんでしょうか、池尻選手。しかしここも池尻がしっかりと弾いています。本当に空いているところをよく狙って、ね、結構強い球、そしてゴールの枠に入ってたんですけど、はい、冷静に触りました。そうですね、ナイスキーパーでした、はい、そして65分のシーン、ノジマステラ代わりに入った、いやいいパス、杉田選手は本当に中心選手だな。中の入り方もボールももう本当に良かったんですけど、はい、まあ、難しいところですね、ヘディングなので、ね、あと少しでしたね、はい、クロスバーに阻まれるシーン、そして73分のシーン、三谷を合わせていったところ、うわスーパーセーブ。ただこのシュートも本当にこのショートバンドによく合わせて、いやすごいいいコースだったんだけど、これもね、池尻選手がよく反応しましたね、はい、しっかりとセービングしました。続くシーン80分、ここで粘って滝沢知世にこぼれます。そしてここは気持ちを込めて打った左足なんですが、気持ちが乗ってしまったという感じですね。知世のシュートでしたね。このショートバンドは、ね、一番気持ちよくシュートが打てる場合なんですけど、ナイス守備ですね。野島は耐えきりました、はい、これは2022ヨギボウィリーグ第21節 AC 長野パルセイロレディスと野島ステラ神奈川相模原の試合は0対0引き分けに終わっています。はい、ということでこの試合は1対1のドローという結果になりました。今回はですね、この試合3つピックアップさせてもらって、1つ目が AC 長野フリーキック得意のトリックプレー、2つ目が杉田亜美、ノジマステラ神奈川相模原の後半戦を代表する選手にというところ、そして3つ目が、こちらは AC 長野パルセロディス池谷八坂涙の引退セレモニーという3つとなりました。1つ目のこちらのポイントに注目していきたいと思います。 AC 長野は小笠原監督のもとカメレオンサッカーという多彩なトリックプレーが魅力の一つです。で今回もですね、実はフリーキックで見事なトリックプレーを見せてくれたんですね。でちょっとハイライトにはなかったんですけれども、82分にそのシーンがありました。で惜しくもギリギリオフサイドで得点にはならなかったんですけれども、観客の皆さんを楽しませてくれる戦術は見ものでした。
でそのシーンですね、ちょっと皆さんにも映像をぜひ画像などで見ていただきたいと思うんですけれども、ただね本当にこう映像で見ていても騙されるようなトリックプレーでした。はい、さすが小笠原監督というところです。そしてこの試合ですね、 MVP プラス、はい、今回も発表していきたいと思います。はい、 AC 長野パルセロレディースの三谷沙也加選手選ばれました。おめでとうございます。ゴールシーンですね、頭でポンポンポンという本当にリズミカルに、スーパーゴールを決めてくれました。でチームで連携した素晴らしいゴールを決めたのと、その他にもですね積極的にシュートを狙っていって、もうコースギリギリの素晴らしいミドルシュートありまして、もう素晴らしい活躍でした。はい、三谷選手これからも期待しています。続いての試合参りましょう。はい、注目の一戦となりました、アイナック神戸レオネッサ対三菱重工浦和レッズレディースの一戦です。どうぞ。はい、この試合はですね、この映像の通り国立競技場でアイナックのホームでの開催となりました。もうねアイナックさんのホームゲームを見たいってうずうずしていた、東京の方々また関東の方々はこう身近に感じられて嬉しい開催となりました。もう何度も何度もね、この試合、このシーンはですね、南選手がこうファールすごくアピールしています。ただね、これもね決めきれずに、はい、田中選手のこの裏を狙っていくランニングっていうのは何度もあって怖かったですね。怖いというか、もう相手からすると怖いというところで、見てる人としては面白かったですね。取られてからか、もう両チーム本当にいいところまで行ってなかなか点が決まらない展開だったんですけど、はい、素晴らしいです、安藤選手がゴールを決めてくれました。素晴らしいシュートです。このあたりはしたたかでした、安藤の先制ゴール。ただねこれが前半戦だったので、後半はどういう展開になるんだろうなというところでした。うん、これもいいですね、よかったなこのプレーも。山下のナイスセーブ、ナイスセーブでしたね。まあちょっと浦和が余裕を持って後半入ることができました。アイナクも1点を追いかける中攻め続けて、まあ、最後は森谷、田中美奈との連携で最後森谷がシュートを打ちました。こういうのとかも両チーム本当にレベルの高いゲームでしたね。いや、清家のクロス、ワンタッチでスラスって相当難しいと思うんですけどね。で、これですね。途中出場遠藤倒す、はい、ここでね、ちょっと PK となってしまったんですよね。アイナックさんとしては結構こう意義をあるような感じだったんですけど、ただここ山下選手が止めました。こちらも後ほどお話ししていきたいと思います。そして浜野選手がね最後途中で出てきて若さをあるプレーを見せてくれました。いやー、この試合はもう浦和としては本当に嬉しそうですよね。浦和皇后杯チャンピオン、あ、でもね笑顔見られますね、アイナックさんも。2022ヨギボウィーリーグ21節アイナックと浦和0対1浦和の勝利です。はい、ということでもうかなりレベルの高いゲームが見られました。このゲームは0対1で三菱重工浦和レッズレディースの勝利となりました。実はですね、私もこの試合に現地で観戦していたんですけれども、なんでしょう、やっぱこう国立の雰囲気といい入場者数が多かったというところで、あとまあなんと言ってもね、もうアイナックさんの運営が素晴らしくて、もうその場に飲み込まれる感じがありました。国立競技場であのピッチを見て、そして WE リーグの試合が開催されている、これだけでなんかこう興奮してしまう、はい、素晴らしいゲームとなりました。そして今回のテーマでもあります真の女王決定戦、
というのがですね、WE リーグ女王、前節ですね、あいなく神戸レオネッサが優勝を決めまして、その WE リーグ女王対、そして今年の皇后杯女王浦和レッズレディースの戦いとなって、真の女王決定戦と呼ばれていました。そしてその開催が国立競技場での初の WE リーグ開催となりましたね。この試合本当に素晴らしくてですね、あいなくのホーム戦、これもうアイナックの試合を見たいっていう方が多くいらっしゃったと思うんですけれども、そのアイナックの試合がこのね、国立競技場という中心の、日本でもこう中心のスタジアムでもう行われたことによって、多くの方が生でアイナックのホームゲームを見ることができました。でも見事な演出だったり、もうスタッフの皆さんが作り上げた雰囲気に、選手たちもですね、アップの時からかなりモチベーションが上がったとその後の会見でおっしゃっていました。でキックオフセレモニーには澤穂希さんと三山彩さんという、なんという豪華なゲストの方が来ていまして、そういったところももう本当に一つ一つのイベントが見応えがありました。でですね、あの観客席には子どもたちがたくさん来ていまして、でものすごく楽しんでいた様子でした。そしてあのヨギボーさんがですね、ヨギボークッションを用意してくださって、そのヨギボークッションにこうちょっとリラックスしながら見る観客の姿っていうのもかなり印象的でしたね。そしてですね、ちょっとこちら書かせていただきたいと思います。入場者数がですね、今回11,763 人の方が足を運んだんですね。これはですね、もう WE リーグでは最高記録を更新しました。やっぱこう1万人を超えるスタジアムってそれなりにすごく迫力が出まして、で浦和の選手はもうその11,763 人の方に勝利を見せられてとっても嬉しいと言ってました。反対にですね、アイナックの選手は本当にこのこれだけのホームゲームでこれだけの方が足を運んでくださっている中で優勝したのにもこう負けてしまってとっても悔しいとおっしゃってました。ただですね、こう試合後の後に選手たちが、場内を回る時間があるんですけれども、その時には両チーム笑顔で手を振るような姿も見られました。いやー本当にこの雰囲気は素晴らしかったです。何度見てもちょっと興奮しますので、ぜひ皆さんまだあまり見てないという方もいろんなところに写真とかも上がっていますので見てみてください。そして試合の内容としては、安藤梢様ゴールシーンですね、ちょっとゴールシーンとかを見ながら、お話ししていきたいと思うんですけど、まずですね、塩越選手です。ドリブルで右の、ラインギリギリのところまで持っていって、まあ、持っていったというよりかは相手がね結構いい守備をしていて、なかなかこうゴール前にパスを出させないっていう状況を作っていたんですけれども、そのラインギリギリでですね、はい、諦めずにパスを出したんですね。はい、そして見事に相手をかわしまして、そのパスがですね、どこに出したんだって思ったんですけれども、一瞬ものすごいマイナスの角度に出したんですよ。誰に出してるんだって思ったら安藤選手が登場してですね、はい、そして安藤選手落ち着いたゴールを決めました。いや、あのゴールは素晴らしかったです。もうマイナスまで見えていた塩越選手、そして安藤選手のあの落ち着きっていうのは、この第21節のベストゴールといっても過言ではないですね。でその安藤選手なんですけれども、会見でも今日は絶対に決めるぞと意気込んでいたようでして、またこう栃木から姪っ子さんと甥っ子さんがいらしていたそうで、決められてとっても嬉しかったと笑顔で話されていました。そして今回安藤選手は新国立での試合は初めてだったそうで、またそのこう雰囲気にも意気込んでたようなんですけれども、なんかこの雰囲気が素晴らしかったことによって、これからさらに頑張っていきたいというモチベーションにつながったと言っていましたね。いや、かっこいいですよね。これがこう安藤選手の進化していく源なんだなって思います。はい、またね、ぜひ来年も国立開催があると願っていますので、そこに向けて安藤選手はまた頑張っていくんだなとも思いますし、さらなる進化、ここは注目です。はい、そして3つ目参りましょう。
浦和のセンターバックコンビ萌花、はい、南萌花選手と高橋花選手ですね。この2人のセンターバックがですね、もうしっかりとクリーンシートつながりました。田中美奈選手がアイナック神戸にいまして、その他にも坂口選手とか途中から出てきた高瀬選手とか、相手からすると手ごわい攻撃陣多くいたと思うんですけれども、その攻撃陣を見事2人のチャレンジ&カバーで抑えました。どちらかが必ずチャレンジしに行くんですけども、そのどちらかは、必ずいいポジショニングでカバーに回ってるんですね。でもこの試合はですね、2人ともそのチャレンジがかなり効いた試合で、1対1で全く負けてませんでした。相当準備してきたんじゃないかなとも思います。で、南選手はですね、花とはやっぱこう通じ合ってるものがあって、花が行ったら自分はこっち、自分が行ったら、高橋選手はカバーっていうところが2人でコンビネーションとしては抜群なんだと話されていました。もう果敢に攻めてくるアイナックの裏への攻撃、見事0点で抑えました。ただですね、このあんまり点数が動かなかったのもやっぱり最後山下選手が多く見せ場がありました。でですね、ちょっと一つちょっとピックアップにはないんですけれども、 PK のシーンですね、菅澤選手の PK を山下選手がしっかりコースを読んで止めたシーンがあったんですけれども、山下選手は会見で菅澤選手が蹴ってくるっていうのはすぐに予想がついた、まあというのもですね、詳しくは話されてなかったんですけど、菅澤選手は得点女王がかかっていますので、そういった PK もねしっかりとこう狙ってくるっていうのはなんとなくこう皆さん、分かったことだったと思うんですけれども、ただ菅澤選手は左に蹴ってくるっていうのをハイライトとか、何度も何度も山下選手は見ていた、そのシーンをしっかりと勉強してきたそうで、はい、ただその右側に蹴ってくるっていうのは分かってたとしてもすごくいいコースを決めてたので、それは難しいと思ったけれども、本当にちゃんと準備をしたそうだったです。で、山下選手よく見ると分かるんですけど、一歩左にステップを踏んだそうです。もう準備バッチリだったんですね。はい。で、菅澤選手もですね、いつも決めていますし自信があったと思うんですけれども、山下選手の、はい、しっかりと止め切りました。ただですね、この1失点はすごく悔しい表情を見せていました。はい、もうね、会見でも終始悔しそうでしたし、ただ最終節は絶対に抑えたいってさらに気合は入っていました。はい、まだまだね話したいことたくさんあるんですけれども、ちょっとまたいつか話したいと思います。そしてこの試合注目の一戦となった MVP プラスの発表です。清家貴子選手です。すごくいらない余談なんですけど、私高校の同じ高校の同級生でして、小学生の頃からつながりがあったのにもかかわらず、高校の入学式にいたらばったり遭遇してびっくりするっていう未だにとっても仲いい選手なんですけれども、清家貴子選手、清家選手といえばこの浦和レッズレディスの試合で、右サイドバック、そして右サイドハーフ、またフォワード、1試合の中で3つポジションチェンジをしたりとかするんですね。で、清家選手実はですね、小学生の頃とかセンターバックとかもセンターバックのポジションだったんですよ。もう本当身体能力が高いゆえにいろんなポジションをこなせるオールマイティな選手なんですけれども、現在はこうサイドの3つのポジションを1試合の中でですよ、動き回ったりするんですね。ただこの試合はですね、清家選手試合のスタートから、右サイドハーフのポジションで、そして水谷選手がバックに、はい、下がりましてサイドハーフのポジションに入ったんですね。で、もう浦和の攻撃の鍵を握っていました。というのもですね、清家選手がどれだけ前でプレーをするかっていうのが勝負の決めどころだっていうところを浦和の方たちも話していまして、でこの試合もですね、もうコンディション抜群でサイドをドリブルやフリーランとか相当相手を
動かしていました。でその相手を動かしたからこそゴールシーンが生まれたりしたんですね。でアイナックさんも、試合後の会見で清家選手を抑えることが失点を、防ぐ方法だと戦術だというところで対策を練っていたそうです。森谷選手、左サイドバックに入っていたウィングバックに入っていたんですけれども、もう森谷選手に清家選手を抑えることを叩き込んだそう でしっかり森谷選手を抑えてたんですけれども、それがゆえに他の選手がですね、左サイドハーフのこの塩越選手とかが右サイドに来たりとかでまた難しくはなってしまったんですけれども、それぐらい両チームにとってキープレイヤーとなっていました。この試合はですね、得点にはつながらなかったんですけれども、他の試合を見ていても自らゴールを決めたり、アシストしたりとかたくさん結果も残している選手です。もうこの右サイドを駆け上がる清家選手、皆さんこれからも見てみてください。そして生でぜひ見てみてください。ものすごく足速いです。高校の頃も体育祭でわーって、はい、みんながもう驚くようなスピードでした。ぜひ見てみてください。もうね、本当にまだちょっと話したいこといっぱいあるんですけれども、またウィーフットのどこかでこの試合の感想はお話ししていきたいと思います。というところで続いて参りましょう。日テレ東京ヴェルディベレーザ対マイナビ仙台レディースの一戦です。どうぞ。ベレーザのホーム最終節、相対したのはマイナビ仙台。この試合はですね、ちょっとね後半戦難しい戦いが続いている2チームの戦いとなりました。ただね、開始早々に清水選手がこれ決めるんですよね。いやー、どういうキックをしてるんでしょうね、これは。どちらかというとクロスを狙ったのかな、それが回転が入っちゃったみたいな感じなのかな、どうなんでしょう。この前半の終了する時間にかけてどんどん猛攻して、ちょっとね前半はなかなかこう決定機がないまま終了しまして、後半です。得点を決められる、そういうチームに成長していってほしいと思います。はい、そしてはい、ここですね、中野選手が取った後すぐに宮澤選手へ渡します。そして宮澤選手、相手の隙をすかさずにボールを奪い取ってゴールつなげました。宮澤選手はね、ブルース戦でのゴールとなりました。またね、こうベレーザのホーム地、ホームゲームだったので、この西が丘での開催というところで宮澤選手としては気合が入ったのかななんて思います。冷静でしたね、落ち着いていましたね、ここ。しかしベレーザも反撃、ね、ここちょっと滑ってしまった後に、ベレーザのチャンスとなりました。ただね、コースが相当難しいと思うんですけれどもね、惜しくも枠へとはいかず、しかしここで、そうなんです、これも宇津木選手、フリーだったんですけれどもね、いや改めて難しいですよ、ゴールが入るのって。そうですね、そしてここで数字の選手がチャレンジ、その後こぼれ球をね、はい、ハイライトではね、ちょっと外してしまっていた2人が取り返しました。藤野選手のゴールのこぼれ球を宇津木選手が決めました。もう宇津木選手が決めたというところで皆さん相当嬉しそうですね。いや、清水選手のパスも素晴らしいな。このね、一つ前に宇津木選手ビッグチャンス外してましたから、はい、いやー、本当嬉しそう、宇津木選手は。そして最後仙台、これは WE リーグ初ゴールとなりました。待望のゴールでしたね。テレベレーザが2対1ということになりました。ホーム最終節はい、ということで1対1で終えました。宇津木選手よかった、決められて、ホームの日テレ東京ベレーザが勝利しています。はい、ということでこの試合はホームゲームだったベレーザが1点差で勝利となりました。どこかね、この試合終了後の、ベレーザの選手たちの表情、なんかほっとした様子が見られましたよね。そして今回の
3つ、ピックアップポイントをさせていただきました。まず若手フォワード三重士、これはベレーザの話です。そして2つ目、宮澤ひなた、古巣戦でゴール、素晴らしかったですね。そして3つ目、日テレ東京ヴェルディベレーザ、決定力が課題かなというところで、ちょっとね、いくつか、ここ数試合、シュートチャンスはいっぱいあるもののなかなか決めきれてないなという印象はあります。一つ目のこちらに、注目していきたいと思います。このね、若手選手3トップです。藤野選手、菅野選手、山本選手、平均年齢はですね10代というところの3トップです。特に藤野青葉選手の技術は必見です。日テレ東京ヴェルディベレーザの前半の攻撃は右サイドの藤野選手の技術と、そして清水梨紗選手の機動力でマイナビ仙台を苦しめていました。リーグ屈指の右サイド攻撃はもう来季も必見です。藤野選手、どんどんゴールに迫っていく機会が増えていますので、はい、ただね、ちょっとねゴールから遠ざかってしまってるので、もう藤野選手のゴールをぜひこの最終節で決めてすっきりして置いていただきたいななんて思います。さあ、この試合の MVP プラスの発表です。この試合の MVP プラスは宇津木瑠美選手です。宇津木選手、おめでとうございます。途中出場で決勝ゴールを決められました。ホーム最終戦を勝利に導いたのは宇津木選手の WE リーグ初ゴールというところで、若手選手がね奮闘している中、こう結果で示す WE リーグを代表するベテランの意思を見せてくれたなと思います。でね、途中出場というところで控え選手に宇津木選手がいる怖さ、そして日テレ東京ヴェルディベレーザの戦力はこうリーグ屈指だなと思っております。いや、宇津木選手のゴール、みんな喜んでましたね。サポーターの皆さんはもちろん、そして選手の皆さんもどこかものすごく嬉しそうな表情ありました。さあ、続いての試合参りましょう。アルビレックス新潟レディース対サンフレッチェ広島レジーナの一戦です。どうぞ。先頭で平尾選手が可愛い赤ちゃんを抱いて入場する姿にはほっこりしましたけど可愛かったな、あの子。こちら13分ですね。新潟イヒョギョンから道上ゴールです。インタビューで中村監督、広島の中村監督がピッチコンディションが芝が深いということで、道上選手のゴールですね。これファーストバウンドが少し勢い強いんですよ。収まってんですよね。でそこで後ろから強いんだよな道上選手。でこうやって体を張って決め切るっていうところ、素晴らしい、ね、いろんなタイプがいて面白いですね。フォワードは決めた道上です。続いて29分広島です。どういう冷静さなんでしょうね今のは、うん、うまくねスペースゴール前を見ながら右足のアウトできるっていう、ただちかちゃんできました、ね、右足のアウトでですよ。いいところに入って左足ちゃんと止まったし、キーパーの手前で平尾選手、素晴らしいセービングでした。先ほど21分のシーンでした。こちら29分、広島上野のこのゴールシーンです。はい、インタビューでたまたま平尾選手として惜しかったんですけども、上野選手素晴らしい。谷口選手へのボールなんですけど、少しずれたところに、まあ、上野選手ここにいるっていうのも素晴らしい能力だなと思います。で冷静にゴールキーパーの股を抜いてゴールに流し込む、素晴らしい技術の高いゴールだったと思います。上野が1点を返した広島。続いて33分、新潟です。コーナーキックから園田優奈のこのボールに道上がしっかりと当てていきました。ドンピシャの素晴らしい的なゴールですよね、はい、園田優奈選手のボールも素晴らしいですし、本当に道上選手はそこに、まあ、フリーの状態ですね。道上選手、うわー、綺麗な、完璧すんごい綺麗ですね。このジャンプといい、首の振りといい、この首を固めてヘディングをするっていうのはしっかりゴールに飛んでいくボールを当てられるんですよね。それができてる。このボール道上選手打っていきます、はい、これ惜しいんですよね。いやーゴール直接狙ったんですけれども、福本選手、まあ切り替えが早かったですね。そして66分、広島
上野のこの同点ゴール、はい、この前広島の選手、多くの選手が関わっているんですね。上野選手中央で、柳瀬選手を受けて1回サイドに持ってますね。で木崎選手でもう1回柳瀬選手を通したところに小川選手、あーこれは騙されるわ、コースを変える、これは難しい、素晴らしいゴールでした。けどあれですね、サンフレッチェのレジーナのみんなが上野選手に得点を取ってほしいっていう感じがしますね。引き分けです。いや道上選手悔しそうだな。そうだよね。はい、ということでこの試合なかなか面白い展開となりましたが、2対2のドローとなりました。さあ3つご紹介します。まず新潟のエース道上彩香、そして2つ目、アルビレックス新潟リリース、こちらもですね、園田優と神尾延のパスセンス、いつも光っていますけれども、この試合も素晴らしかったです。そして、サンフレッチェ広島レジーナ小川愛の積極的な攻撃力、どんどん積極的になっていって面白いですよね。小川選手のこの力強い攻撃楽しみにしてます。さあ一つ目注目していきたいと思います。道上彩香選手ですね、1点目はもう常にゴールを狙っている嗅覚、そして2点目はフィジカルを生かした豪快なヘディング、得点ランキング4位タイとなる今シーズン8得点目となりました。後半にですね、ゴールキーパーとの1対1を決めていればちょっと MVP プラスに上げたかったんですけれども、はい、ちょっとね両チーム素晴らしいゴールがありましたので、はい、ちょっと後ほど紹介します。もう道上選手いいですね。はい、もう他のチームにも素晴らしいフォワードの方たくさんいるんですけども、みんな違う良さがあると思うんですけれども、特にこう道上選手はなかなかいないタイプですよね。まあでもジェフユナイテッド市原千葉のレディースの千葉選手がちょっと似たようなタイプになるのかな、どうなんだろうというところありますけれども、この力強いパワフルなフォワード B リーグとしてはぜひどんどん活躍してほしいと思います。はい、フィジカルがね、どんどん強くなっていってほしいっていうところがちょっと B リーグのところでいろんなところで声が上がってるんですけれども、その、声を象徴するような選手ですので、道上選手さらなる、活躍を期待しています。さあフォワードの話しましたけれども、MVP プラス、もうこのウィフットプラスでも何度も何度も話させていただいてます。常連さんです、上野真美選手、おめでとうございます。上野選手はもう何でしょう、今もうゴールへの嗅覚はリーグ1研ぎ澄まされてますよね。もう今一番持っている人です。多分上野選手もゴールが見えたところでボール持ったらもう自信しかないんだなとか思います。はい、もうしっかりこう体感して、気づいてると思います、ゴールへのそのね、もう得点ランキング今2位に上りまして、今シーズン2桁いきました、10点を決めている上野真美選手です。1点目はこう入ると思わなかったと本人も言っていまして、ただねこう2点目はうまくコースを変えたゴールでした。はい、あのねコースを変えられたらもうキーパーとしては無理ですよそれぐらい素晴らしかったですし、なんかあのゴールサンフレッチェ広島レジーナとしては上野選手にぜひ得点ランキング1位に上ってほしいなって気持ちなんてね、ちょっと見ているものと見ている人としては思っちゃったぐらいなんですけど、はい、みんなが上野選手にゴールを取ってほしいって思っているんじゃないですかね。もう試合の結果を左右する活躍だったのでMVP プラスに選出しました。ただね本当に両チーム素晴らしかったです。はい、この2人の活躍本当に面白いですし、これからも期待しています。バチバチとやってください。さあ最後の試合参りましょう。ジフル AS エルフェン埼玉対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦です。どうぞ。21節ホームで最終節を迎えるエルフェンが3位争いをする千葉を迎えての一戦です。まずは前半の12分、エルフェンです。
さあこの試合ね、開始早々からいくんです。ユウムラ選手のゴールです。いやー、ユウムラ選手もういいですね、このパワフルな感じ。一回キックモーションを入れたんですね、これペイントで。それで相手のテンポをずらしてシュートを打ちましたね。コーナーキックの流れからのシーン。そして今井選手からのフィードポンポンポン、これもです。本当最近こういうゴールが多く見られますよね。綺麗に少ないタッチでゴールに迫っていくっていう。続いても千葉、おー、いいボール。わー、マリコさん、田中選手、いやー、これもいいボールなんですよ。出れないようなボールをね、しっかりと田中選手合わせましたね。前半を1対2の千葉、前半だけで両チーム合わせて3点も入りましたね。そして後半です。これも鴨川選手です。はい、決めてくれました。このね、ボールの弾道っていうのはやはりね、キーパー出るか迷うところで一歩も前を出たところ、プレー上手いな。岸川選手は6ゴール目を決めました。そして千葉選手ですね、これは倒れないんです。ただね、ちょっとね、難しいんですけど、これは出しが非常に良かったですね、千葉選手ね。この判定はちょっと難しいとは思うんですけど、サッカー用語で言うと同運走になったシーンですね。そしてね、こうチフレエースエルフェン埼玉としては守備の中心選手だった岸選手がね、対象となってしまいました。ただこのチャンスをすかさずゴールにつなげてきました。はい、入ったかっていうところを、まあ、千葉の選手ここね、フリーキックからいっちゃかったなっていうところがね、非常に良かったと思います。はい、白輪はWeリーグ初ゴールになりました。まあ、先制したエルフェン、そして最後は引き離した千葉、1対4で千葉が勝利したというゲームでした。はい、この試合は、1対4でチェフユナイテッド市原千葉レディースの勝利となりました。チェフレースエレフェン埼玉としてはちょっと悔しい結果になってしまいました。そしてチェフとしては、嬉しい4点を決めました。さあこの試合はですね、まず、チェフユナイテッド市原千葉レディースの特徴セットプレーで応戦。2つ目、こちらはチェフの選手です、鴨川美穂選手のキック精度、素晴らしかったですよね。とんピシャでした。もうあとは当てるだけだぞみたいなメッセージが込められていました。そしてチフレエースエレフェン埼玉ユウムラヒカル選手のドリブルからのミドルシュート。ユウムラ選手、このWリーグが始まってから本当に楽しい選手として、そして注目選手として、どんどん皆さんに知り渡ってんじゃないでしょうかと思います。さあ一つ目参りましょう、セットプレーですね。シーズン通してこのジェフのウイングバックが特徴的で、サイド攻撃が、毎試合結果を結んでいます。そしてあのセットプレーですね、はい、田中選手を筆頭にセットプレーも決めている印象です。高さある選手がいますので、そこにキックの精度の高い選手が合わせていく、そんなようなシーンが多く見られています。はい、セットプレー強いチームがね、結構 WE リーグ多くなってきまして、はい、セットプレーっていうのもどれだけ相手に与えるか、そしてどれだけ自分たちのものにセットプレーにするかっていうのも結果につながる鍵になってるんだなって、 WE リーグ1年目そんなことを思います。さあ MVP プラス参りましょう。こちらはですね、はい、私の先輩です。はい、田中マリコ選手です。おめでとうございます。先ほど話した、ウィングバックを生かした戦術での、チフレエースエルフェン埼玉をすごく、難しい展開にさせてくれました。でサイド攻撃はもちろんセットプレーでも得点を量産したので、もうきっとたくさんの練習量が物語ったのかななんて思います。たくさん練習しているんでしょうね、あれは。そしてもう自らもね、ゴールを決めて、もう MVP プラスとしてもうすぐに、はい、田中選手だってなりました。田中選手のもう高さを生かした攻撃、
そして守備っていうのはこれからも注目していきたいと思います。さあここまで、はい、今回も5つの試合を紹介させていただきました。そして第21節は B アクションデーとなったのが大宮ルディジャベントスでした。そちらの様子ご覧ください。大宮ルディジャベントスはサッカー教室を行いました。そして B アクションデーと、を W アクションウィークと題して1週間にわたって実は行ってきたんですね。でその中で最終日ですね、5月15日日曜日に手話を使ったコミュニケーションを取るサッカー教室となったんですね。実はこう大宮ルディジャとしては手話の応援、手話応援っていうのが醍醐味でして、年に1回トップチームはですね手話応援を実施したりとか、すごくこう手話に力を注いでいるんです。でですね、大宮ルディジャベントスの公式インスタグラムとかを拝見していただくと、分かると思うんですけども、こういうポーズがあるんですね。選手の皆さんこちらを示しているので皆さんなんだか分かりますか？こちらはですね、実は愛してるっていうサインなんですね、手話で。で、大宮ルディジャとしてはこの愛してるの手話をとっても大事にしていまして、ちゃんとの一つでもあったんですよ、トップチームの。で、このサインをですね、選手の皆さん、参加してもらった方々に皆さんにこう愛してるとか、あと他のご挨拶の手話とかをしていまして、もうそれを見ているだけでも絆が深まるというか、すごく距離感を近く感じられたんじゃないかなと思います。さあそして順位表に参りましょう。順位表が現在こちらです。最後1試合を残してこのような順位となっています。試合数を見ていただくとご存知かと思い、分かると思いますが、チフルエースエルフェン埼玉は20試合を終えまして、次節が WE アクションデーとなりますので、リーグは試合としては終了しました。そしてですね、1位に決まりまして、3位4位の勝ち点を見てみてください。並んでいます。3位どうなるか分かりません。最終節順位としてはそちらが3位4位の戦いというところが注目となっていきます。ただね、もうどのクラブもですね、1年目できる限り上で順位を終えたいっていう気持ち絶対あると思いますので、最終節みんなの意地を見せていきましょう。さあその最終節の対戦カードがこちらです。はい、こちらとなっています。先ほどご紹介した3位の日テレ東京ヴェルディベレーザ、まず三菱重工浦和レッズレディースと戦いです。浦和駒場スタジアムで13時キックオフです。そして続いて大宮ルディジャベントス対アイナック神戸レオネーサの一戦がナックファイブスタジアムで13時キックオフです。最終節ってなんかね、寂しくなってきましたね同日の同時刻に開催です。スタジアムに足を運びに行く皆さんはぜひサイトも見て、他会場の結果とかも注目しながら楽しんでいってください。もうこれをね、逃したらまた秋までないですから、皆さん楽しみましょう。全身で、はい、全身全霊注いで楽しみましょう。さあ得点状を見ていきますか。はい、上野選手先ほど紹介しました、2位となりました、2桁得点。これ本当にどうなるか分かりません。あの1位と2位で2点差ある、そして菅澤選手がまた1点とか2点とかね、3点とか決めるかもしれないって思うと思うんですけれども、上野選手、はい、21節でも2点取っていますから、はい、3点取る可能性も十分にあります。分かりません、こればかりは。まあ、1位だけではなくてですね、3位、そしてこの順位すべてに入っている皆さん素晴らしいと思いますし、一つでも上の順位で皆さん終えてほしいと思います。最後意地見せつけてください。さあここまでは B リーグ第21節を振り返りつつ、次節の戦いを見ていきましたね。1年目がついに幕を閉じようとしています。その最終節、歴史的な1年目の最後の瞬間、ぜひ皆さん思い出に残してください。というのもですね、ぜひ皆さんスタジアムに足を運んで、一生に一度の思い出、人生の思い出を残してください。 B フットプラスは定期配信は今回にて一旦終了です。
途中から始まりましたけれども皆さんご覧いただきありがとうございました。まだね、始まったばかりで探り探りな部分も、あったかと、ちょっと拙いところもあったかと思いますけれども、お付き合いいただき本当にありがとうございました。もう B リーグさんと一緒にどんどん成長して頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん WeFoot プラスの方も今後ともよろしくお願いいたします。そして次回の配信は5月25日水曜日21時に WeFoot での配信予定です。 W リーグ最終節を終えての配信なので、今シーズンの総括を行う予定でいます。もうね、たくさん伝えていますけれども総括となってきますので、多分ね、ゲストの方も来ていただくと思いますので、 WeFoot としても1年目終了そんな意気込んでこれはもう行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。さあ皆さん本当にありがとうございました。ここまでのお相手は松村美代でした。それではまた WeFoot でお会いしましょう。さようなら。